組紐というものはですね、日本で非常に今独自に発展した工芸なんですが、その手作りのですね、技術技法というものを、ずっと受け継いで、今までですね、全てのものを手染め手組みによって、作ってまいりました。私の考えるやはり組紐の魅力というものはですね、色彩の美しさ、それから柄の美しさ、そしてですね、細い一本の線の中にさまざまなデザインが入っている、小さい中に紐一本一本の独自の世界観が描かれている、そういうところがですね、大きな魅力の一つだと思いますね。